青春ってさ、気がついたらその人のことを目で追ってて目が合ったらドキドキしてその人のこと全部知りたくなって、友達に相談してキャーキャー言って待って、またドキドキして、僕じゃダメですか？そういうのを青春って言うんでしょ？ダメじゃない！鈴鹿、急に大きい声出さないでくれよ。僕じゃダメですか？やっぱ何度見てもひなせかっこいい。女優さんも自分に脳内変換中。私大森鈴鹿、16歳、絶賛青春中です。早く準備しないと学校遅れるよ。はいはい。ほんと鈴鹿はイケメン好きだよね。だからひなせ、アイドルグループ社員のメインボーカルひなせ。しかもひなせはただのイケメンじゃないんだから。顔よし、歌よし、ダンスよし、ドラマの演技も超色っぽい天才なの。パパには見分けがつかないんよ。私にとって社員は毎日をキラキラに輝かせてくれる生きる希望。大げさ。ふんふんふん。朝のパワーチャージ完了。行ってきます、ひなせ。あ、鈴鹿、明日の夜は開けといてくれよ。明日はよしえさんとご飯でしょ。お、何回も言わなくたって覚えてるよ。いや、楽しみすぎてつい。はいはい。朝からのろけごちそうさまです。行ってきます。お母さんか、どんな感じだろうな。おはよう。そんなん青春って言わねえんだよ、バカか。もうガンちゃんってば妬まないの？私が幸せそうだからって。妬んでないし、当たり前のこと言ってるだけだわ。キモい。マジ普通に恋愛しろし、目覚ませ。してるよ、ひなせに恋してるもん。出た、大盛りのオタク。もんじゃねえ。こんな手の届かない人間好きになったって無駄。彼女になれるわけでもないし。わかんないじゃん。リアルにさ、好きな人とか彼氏とか作った方がよくね。うん。じゃないと一生一人になるぞ。ガンちゃんがいるし大丈夫。それは遠回しに、私が結婚できないって言いたいのかな。ここはテストに出るからな。彼氏か。ここの結構忘れないように。いなくても今十分ドキドキして楽しいんだけどな。まあ確かにひなせには触れないもんな。チューとかなぜか裸。あ、何？ライブの情報解禁だと？グッズ情報出てるかな。今はまだ。社員のライブ行ったり、同じファンのことキャーキャー言ってる方が楽しいから、いっか。え、弟？そう、ヨシエさんに鈴鹿と同じ年の息子さんがいらっしゃってね。びっくりした？いや、びっくりっていうか、言ってよ。ごめんね鈴鹿ちゃん、突然すぎるよね。いえ、ヨシエさんが謝ることじゃないんで。弟か、兄弟って今までいなかったんで楽しみです。鈴鹿ちゃん、私もね、ずっと娘が欲しくて。キャー、ごめんなさいマサオさん。大丈夫大丈夫。なんかパパと雰囲気似てるな。平気だよ。ドジなところとか。パパよかったじゃん。それであの子ったら仕事でちょっと遅くなるみたいで。構わないよ。仕事、バイトでもしてるのかな。ちょっとお手洗いに。
客様、他のお客様もいらっしゃいますので、大声を出されてはちょっと。わあ、すいませんすいません、ありがとうございます。超嬉しい、これでライブまで生きていける。たまにゃんに報告しなきゃ。社員のライブチケ当選したよっと。あれかっこいい。この人誰だ、モデルさんかな。ほんとだ、かっこいい。背高っ。ひなせと同じくらいあるかも。ん？パシャ？な、え？携帯よこせ。リアル壁ドン怖い。でも本当、この人よく見るとひなせに似てる。背格好が。さっき撮っただろ、データ消せよ。おい、聞いてんのかよ。もういい、出せ。その携帯には日々集めたひなせの写真データもろもろが。ダメ。勢い余って殴っちゃった。 すいません。お前みたいな、ミーハーな女が一番嫌いなんだよ。嘘。え？ひなせ。あら、鈴鹿ちゃんも一緒じゃない。お仕事お疲れ様。紹介するわ、息子です、ひなせって言います。よろしくね。知ってます。じゃなくて、驚かそうと思ってね。びっくりした？びっくりっていうか。ひなせ、ここの料理美味しいよ。いらねえ、ケータリング食ってきた。誰？ひなせはもっとこう、爽やかで可愛くって優しくって。ここだけの話、鈴鹿はイケメンが大好き。もうパパったら口にソースついてる。なあ、仲良し。さっきのあれ、お前みたいなミーハーな女が一番嫌いなんだよ。とりあえずファンだってことは黙ってた方がいいよね。というわけで明日から一緒に住むことになってるから。憧れのひなせと一つ屋根の下。なぜか裸。一生一人になるぞ。家にひなせがいるなら一生彼氏いらないよ、かんちゃん。さっきのことなんだけど。え？さっきのって？携帯よこせ。悪かったよ、失礼なことして。え？俺だけ取られんのはいいんだけど、今日は初めて会う父さんと姉さんも一緒だし、大事な人に迷惑かかっちゃうのは嫌だったからさ。嘘。そんな、あれは私たちのことを考えてくれての行動だったんだね、優しい。やっぱりひなせは私が好きになった人だ、姉さんって。俺さ、姉さんができるの楽しみだったんだ、ずっと一人っ子だったし。私もひなせが弟で本当によかなんてな。あ、私の携帯、いつの間に。うわ、チロックかかってやがる。悪い、手滑っちゃって新しいの買って弁償するわ。誰ですか、この人は。っていうか、もしかして今の全部演技？そもそも私撮ってないし。俺、他人が言うこと信用しねえから、基本。嘘でしょ。これが私のひなせだなんて。人としてありえない。人の携帯投げるなんて、大事なファンだったらどうするの？大事なファン？上っ面に騙されて
好きだとかファンですとか言ってくるようなバカな女たち、大事にする必要あんのかよ。バカな女たち、そりゃ確かにかっこいいから好きになったってところはあるよ。けどさすがにそんな言い方ってない。芸能人だからって思い上がらないでよね。ん？あんたみたいなやつ大嫌い。何がおかしいのよ。え、嘘、これは夢。いつもテレビ越しに見てるあの日向瀬の顔がこんなに近くに。ん？大嫌いな奴に迫られて何赤くなってんだよ、このミーハーバカ女。はあ、ほんとしょうもな。間違ってもこれからファンになるなんて真似すんなよ。ファンとかマジ虫唾が走るくらい嫌いだからな。ひなせ、すずかちゃん、お待たせ。マサオさん、今日は本当にごちそうさまでした。おやすみなさい。おやすみなさい。さ、じゃあ私たちも帰ろうか、鈴鹿。ちょっと待って、整理しよう。あの日向瀬が私の弟になるけど、思っていた日向瀬とは別人で、私の大好きな顔でファンが嫌いだと言い放ち、しまいにはミーハーバカ女と罵られ、誰かこれは嘘だと言って。鈴鹿？みんなありがとう。まだまだ足りないんじゃない？みんなありがとう。最高だぜ。後ろの方も見えてるよ。ありがとう。スズカ、来てくれたんだ。嬉しい。このままどっか連れ去りたいくらい。ひなせ、ステージ戻って、みんな見てる。いいよ、見せつけてやろうぜ。ダメだよ、これから家族になるのにこんなこと。何赤くなってんの、このミーハーバカ女。からあの日向瀬と一緒に暮らすことになったんだ。日向瀬、おはよう。ですよね。あんたみたいなやつ大嫌いって言われた女に笑顔とか見せてくれたりしないですよね。ですよね。いくら売り言葉に買い言葉といえど、なんであんなこと言っちゃったんだ。私のバカ。あの顔が、あの大好きな顔が、寝癖が可愛すぎる。これからこんな間近で毎日見られるっていうのに嫌いになれるわけないじゃん。せめてこれ以上嫌われないようにポスター剥がした。ファンとかマジ虫唾が走るくらい嫌いだからな。日向瀬に私がファンであることはバレないようにしなくちゃ、絶対。うわ、何この空気、うざ。ガンちゃん、ひどい。その様子じゃ食事会で何かあったんでしょう。つうか弟、どうだったの？途中で既読スルーしやがって。それが、ほんと性格悪くて。待てよ、いくら社員に興味がないガンちゃんでも、万が一喋ったことが日向瀬にバレたら、口が軽いミーハーバカ女だって殺されるかも。もしくは謎の闇組織に。いや、普通の子だったよ。ん？ふーん。お
本当は聞いてほしい。大好きなひなせが家族になってキスされそうになったこと、好きなことを隠さなきゃいけないこの辛さ。なんか疲れた。こんな時は思う存分社員のライブ DVD を見る。しかも裸！覗いてんじゃねえぞ、知事。やばい、テレビで見るよりめっちゃいい体。おい、人の顔見て落ち込むとかいい身分だな。ん？いやー、てか自分の部屋で着替えてよ。は？俺の家で俺がどこで何しようが勝手だろ。勝手じゃないよ、私の家でもあるんだから気使ってよ。女の子だよ。俺はちゃんとお前の親父にここの家賃と生活費払ってるからな。お前みたいな養ってもらってる学生と一緒にすんな。何か文句あんなら俺くらい稼げるようになってから聞いてやるよ。くそー、やっぱり嫌なやつって思うのに、あの顔で見られると顔が緩む。ひなせの制服。あ、何やってんだ私。てかひなせ普通に学校も行ってるんだよね。あんなに働いて家にお金入れてるとか偉くね。いい匂い。ゆずかちゃん、今ねハッシュドビーフ作ってるところ。今日はねお仕事頑張ってくれてるマサオさんとひなせにスタミナたっぷりニンニク入り、4人家族で早く仲良くなれますようにっておまじないかけてね。あ、私も手伝います。わあ、ありがとう。ただいま、娘と妻が台所で夕飯を。大げさ、私にも家族のためにうまい何かできることあるといいな。完成！おいしそう。あ、ひなせ、おかえり。ちょうどよかった、今ご飯できたところだったの。ひなせも着替えてきて。いらね。もしかしてお腹いっぱい？でもせっかくすずかちゃんと一緒に作ったから一口だけでも。頼んでない。ちょっとひなせ、そんな言い方。すずかちゃん、いいのいいの、ひなせきっと疲れちゃってるのね。私たちで食べちゃいましょう。もうこんなに美味しいご飯食べられないなんてひなせかわいそう。ひなせ起きてる？あのさ、さすがにさっきの言い方はないと思うよ。私もパパもひなせとよしえさんと4人で家族仲良くなりたいと思ってるし、よしえさんだって今日ひなせのためにってご飯作ってくれたんだよ。仕事で忙しかったり大変だとは思うんだけど、一緒にご飯食べるくらいの時間作ってくれたら嬉しいなって。働いたことない私に言われてもって感じかもだけど。ひな、お、うん、どっか行くの？こんな時間に。なんかさっきから耳障りな音がするんだよな。この家ネズミかなんかいんじゃねえの？だとしたら住めねえな。ま、別に俺は出てっても構わないけど。ね、ネズミ。あんな綺麗な顔で随分さらっとひどいこと言うな。今まで見てきたひなせの笑顔は偽物だったのか。よしえさん。すずかちゃん、お茶しない？美味しい羊羹があるんだ。ごめんね、ひなせったらあんな態度で。よしえさん、どうしよう。ん？
私、日瀬のことを追い出しちゃった。俺の家で俺がどこで何しようが勝手だろ。あの時日瀬、自分の家って言ってくれたのに、私が余計なことしたから出てっちゃったんだ。鈴香ちゃん、笑っ、大丈夫よ。大げさ大げさ。稼いでるって言ってもまだ未成年なんだから、何するにも私のハンコなしでは何もできないわ。ちゃんと帰ってくる出て行かせない。母強し、あの子昔からでね、気性が荒いっていうか、小さい頃もなかなか友達ができなかったりして、もう歌ってる時はニコニコしてあんなに可愛いのに。わかりません。今アイドルの仕事と俳優の仕事でちょっといっぱいいっぱいになってるんだと思うの。ああ見えて真面目というか不器用っていうか、集中してる時はご飯も食べないくらい一つのことしかできなくて。あ、これ食べてみて。おいしい。でしょでしょ。これね、お土産日瀬が買ってきてくれたの。え、お土産とか買うんだ、意外でしょ。ライブツアーのお土産だって。優しいところもあるんだ。口は悪くても今までもずっと私を助けようって必死に働いてきてくれたしね、ありがとう鈴香ちゃん、日瀬のことを思ってくれて。え、思っ私、お、日瀬と仲良くなりたいですって、何言ってんだ私ありがとう。そうだよ、どんなに嫌なやつでもこれから家族になるんだから仲良くしたいよ。日瀬帰ってきたんだ、よかった。だったら僕は、どうして。僕もセリフ間違いない、これはコンクールの日瀬主演ドラマのセリフだ。むっはー、もしかしてずっと練習してたの。くそそっか、テレビの中の日瀬の笑顔は作り物だったとしても、仕事に真剣に向き合ってる姿は嘘じゃない、うん、私の知ってる大好きな日瀬だっさっきはごめんね鈴鹿。なんだこれ、切ったの、昨日のおにぎり。余計なことすんなってこと、うん、あ、こんなとこにも。あ、鈴香ちゃん、バカってなんだよバカ。どうしよう。ごちそうさま、バーカ。こんなんじゃ私いつか心臓壊れちゃうかも。日瀬が、あの日瀬が私の作ったおにぎりを食べてくれた。あの時どんな風に触れたのかな。落書き顔にも書いたってことはすごく近くに日瀬がいたってことだよね、うん、びっくりした。日瀬じゃなくてよかった。何してるのこんな時間に。もう2時だよ。あ、これは
あ、喜ぶと思うな。明日誕生日だもんね、ひなせ。確かにひなせのために作ってはいるんだけど、本人不在の誕生日会に持っていこうかと。ファンの集い。ひなせには内緒にしとくね。おやすみ。学校遅刻しないようにね。そうか、今年はいつもと違うんだ。おめでとう。ひなせが家族になった今、ファンであることは隠さなきゃとしても、家族として堂々と直接お祝いできるかも。は？仕事に決まってんだろ。早めに帰ってこれたりしない？無理ですよね。誕生日くらいいいじゃない、お祝いしましょう。いらねえよ、このクソ忙しい時期にそんな理由で休めるわけねえだろ。もう、そうだよね。まあ別に最初からおたともと祝うつもりだったし、いいけどね。かんちゃん早く早くダッシュ。何をそんな気合い入れてんの、掃除に。だって今日はひなせの誕生日会だよ。ひなせたんの私が一番気合い入れていかないと。おしゃれしていかなきゃ。誕生日会って本人来るわけじゃないんでしょ？そうだよ、ファンの集い。ああねえ、それって虚しくないわけ？ん？え？だって好きな人の誕生日が祝えるんだよ。おたともと祝って語って歌うんだよ。超幸せじゃん。当の本人のひなせが女と誕生日祝ってたとしても？え？だって向こうは芸能人だよ。女優とかアイドルとか集まって派手にパーティーとかしてんじゃないの？確かに、ひなせにはひなせの芸能人との付き合いが。もしくは彼女と過ごすとか。彼女。こうして遠くから見てるだけの時は多分気にしなかったけど、ひなせ彼女とかいるのかな。仕事って言ってたけど、私がこうしておたともと誕生日会してる間に彼女とラブラブしてたりして。ダメだ、耐えられない。想像がリアルにできちゃって怖い。いやいや、邪神は捨てて思いっきりお祝いするぞ、社員ファンとして。どうしたのひなせ。いや、なんでもなんかおかんが。お、そういや今日ひなせ誕生日じゃない？去年は笑ったよね、サプライズでケーキ出すのに。撮影スタジオ停電装ったら。おい、なんだ停電か、出口開けろ。ひなせ超テンパっちゃって大暴れだもんね。うるせえよムツキ。顔面ケーキも楽しかったね。笑顔で悪行働きやがって。五十嵐さん、今年は何もないの？何も聞いてないけど。ふんふんふん、ありますよもちろん。いらねえよ、だいたいこんなクソ忙しい時期にそんな暇。今日はなんと次のラジオ収録が終わったらオフです。ドラマの収録とかで最近忙しかったから、ゆっくり休むといいよ。一家団らんの誕生日もいいよね。よっ、さすが五十嵐さん。何言ってんの、ムツキは仕事だよ。休み。あ、あいつこんなとこで見るとか最悪。ん、誰誰、彼女？ちげえよ。へえ、あれがお姉さんか。ムツキ見すぎ。かわいいね。ムツキ、お前趣味悪いな。誰にでもそういうこと言うんじゃねえよ。へえ、本当のこと言ってるだけだよ。それにしても彼女何か紙袋とかケーキの袋とかいっぱい持ってたね。ひなせの誕生日お祝いしてくれるんじゃない？めんどくせえ。全滅。全員来れないとかどういうこと？こうなったらおりゃー、たとえ一人でもお祝いだー。片っ端から社員歌いまくる。
送信。あれ、ひなせ、帰ってきてくれたのね。やっぱり優しい子。マネージャーが変な気使ったんだよ。わあ、じゃあ鈴香ちゃんに電話電話。なんだあいつ、まだ帰ってきてないのか。出ないな、おかしいな。もしかして最近この辺変質者が出るとか聞いたの。ねえよ、今日あいつがカラオケ入ってくとこ見たんだよ。どうせ友達と遊んでて楽しくなっちゃってんだろ。なんだよその目。ひなせ、迎えに行ってきて。嫌だね。なんでよ、鈴香ちゃんのこと心配でしょ。何か事件とか事故とかに巻き込まれてたら過保護すぎだろ。だってあんなに張り切ってひなせの誕生日ケーキ作って準備してたのに。あ、これ内緒って言ってたんだった。いっけない。その頃の鈴鹿、決まった。ふっふっふ、私の歌唱力でギャラリー集めちゃったぜ。へへ、ライブバージョンでしたしね。やば、めちゃくちゃ声漏れてるし、人からでアイドル熱唱とか痛すげー。いた？一人でアイドルの曲歌ってて何が悪いんだ？ね、しかも机の上のケーキ。見た見た、あれはやばいって。あれどうすんだろう、一人で食べるのかな。寂しい、かわいそう。寂しい、かわいそう。一人だけどちゃんと約束してたし、本当だったらみんなと祝ってたし、自分が楽しいからやってることだもん。寂しいわけないじゃん。派手にパーティーとかしてんじゃないの？もしくは彼女と過ごすとか。ねえねえ、君一人なの？ずっと社員歌ってたよね。俺も歌えるよ。え、あの、誰ですか？俺カズって言うんだけど、初めまして。え、俺君のことめっちゃタイプ。俺ひなせに似てるってよく言われんだけど。帰ろ、ないわ。なになに、帰んの？じゃあ一緒に飯でも行こうよ。行きません。まあまあ、そんなカリカリしないで。ちょっと、何なんですか？どうせ彼氏とかいないでしょ。いいじゃん。アイドルの誕生日一人で祝っちゃうとか寂しいことしてないで、俺と楽しいことしよう。どうしよう、逃げられない。誰か助け。ひなせ、なんで。おい、何してんだよ。ああ、何してるって聞いてんだよ。私、お前が帰ってこねえかな。せっかくの休みが休みになんねえだろうが。ババアがうるさくて飯も食えねえし寝れねえし。ごめんなさい。で、うちの姉に何か。すいませんでした。助けてくれたひな。やばい、ケーキ隠さないと。一人で祝ってたなんて怪しすぎ。怖い、空気が、顔を上げられない。ごめんなさい。どうしよう、ひなせ今日誕生日なのに、仕事で疲れてるのに、ケーキまでぶつけちゃって、こんな迷惑かけちゃって。ファンじゃなくても嫌われたってしょうがない。なんでお前が泣くんだよ。
泣きてえのはこっちだよ。ごめん、違うの、これはケーキがもったいなくて涙が。綺麗なとこならまだ食えんじゃねえの。よこせ。くそ甘っ。これは夢かな。毎年こうしてケーキ作ったり、みんなでお祝いしたりして、それはそれで楽しかったけど、ひなせ本人が私の作ったケーキを目の前で食べてる。こんな日が来るなんて。ほら。え？お前おにぎりの時も思ったけど、料理下手な。ちゃんと味見しろ。自分で作って美味しいとか言ってんなよ、バーガー。早く片付けろ、帰るぞ。そして手伝ってはくれないのね。いいけど。ケーキの味なんて、わかるわけないじゃん、バカひなせ。